10円。大きさがちょうどいい。あ、見た見た。いや、マジで来てほしい、うん、最高、うん。やっと始まるで、今回はコスパ最強企画、最強企画、まあコスパやね、ここはやね、仲良さ。ダブルアートのしんべさんが行ってくれと、うん、ソウルフードらしくて、うん、ダブルアートさんのコンビニなんか来られてたみたいで、久しぶりに行こうと思って、昔よう来てたから、僕なんか普通プライベートで引っ越し屋の場合と間に中谷といい小坪いいとか行ってるんですね。やっぱそういうとこ行くんや、引っ越し屋行く店は名店、そう名店やな、けど、はい、ほんまそういうことやね。行ってきます。どうですか、中橋来てますか。いや、もう懐かしいね、思い出ありますか、うん、学生時代よく来てたな、ね、剣足帰り、剣足帰りに、うん、チャリでここまで来て、うん、夜ご飯買って帰るみたいな。夜ご飯買って帰る、買って帰る、テイクアウトで、テイクアウト、そう、テイクアウトできんねん、ここ。そう、もう唐揚げとかが当時言ってたけど600円か、そうやんな、で、6、7個あるから。え、定食でお持ち帰りしてた、定食でお持ち帰りしてた、弁当みたいな感じ、そうそう、プラス容器で30円いただきますけど、はい、もうだからほんまに俺来てたから、マジで懐かしい。そうだね、それでは皆さんご一緒にいただきます。ごめん、ちょっと5つ子の言い方になっちゃったけど、いや、大好きですねみほちゃん可愛かったけど、キッズ王の前のね、キッズ王じゃないな、キッズ王の前のね、まずね、こっから、あ、出た、やっぱ血糖値あるんで、どうやね、大丈夫、このドレッシング好きやな、ちょうど。あれ、その定食屋行くとやっぱこのドレッシングとこのキャベツの切り方とかいろいろあるんだよね。結構行くようになったか思った。キャベツ1個でもなんか全然ちゃうやん、店によって。違う違う違う。ここのキャベツめっちゃみずみずしいわ。うん、なんかめっちゃ綺麗やね。うん、ほんまに。ハンバーグ。うわ、うまそうやな。怖いさやね。それでいくらやったんや、540円。ハンバーグじゃめっちゃ安いんちゃう、上司の社長も言うんちゃう、熱血価格やって。すごいな、こっちの方が、うん、けどほんま、いわゆる戻ってきたいハンバーグというか、いろんなハンバーグ食べたよ、それはもう。ああ、時間になって、そうやね、元祖、まあ、なるほど、元祖であり、始祖である初めてハンバーグ作った人も、ほんまにこれなんちゃうみたいな、その人も言う、懐かしいなって。そうなんだそれ言い方がだけやったな、引っ越し屋で働いてた時思い出すな、ほんまにお前ぶつけんなよ荷物って言って、うん、はい、わかりました、うん、でももらってさ、うん、はい、わかりました、後ろ向いた瞬間電球にぶつけて、うん、重くそバーンって殴られて、ぶつけんなっつったら殴られた。でもう今日最後やめる頃には直樹頑張れよって叱られよったそう、ごめんするよ、珍しい直樹と直樹頑張れよって、あなた好きなマヨネーズたくさんあるじゃないですか。ほんまや、俺がしたらゲックの時はさんっけ、あの食べる前にマヨネーズくださいって言ったら、うん、本当にで、そんなんないです、ないですって言われたけど、でも中吉さんはデブの味方、うん、マヨネーズつけてくれてます、たっぷりでいただきます、いってください。うん、あ、やわらかい、7個あんねん、大きさがちょうどいい、あ、食べやすいね、食べやすい、うん、だけどこれ、思い出すな、元カノと誕生日過ごしてて、26歳の誕生日の前日に一緒に行って、うん、でとお泊まりして、うん、プレゼントもらって、うん、アルバムを作ってもらって、サプライズで、うん、初めてでめっちゃ嬉しかった、その帰りも見ながら行ってて、うん、最後にの手紙書いてて、さあおめでとう誕生日、今までいろいろ怒らせてごめんねみたいな、うん、幸せなで時間過ごさせてもらってます、うん、もう感動して、26歳これからよろしくねみたいな、うん、めちゃめちゃ嬉しくて、うん、ルルで帰ったら、ごめん別れよって、うん、26歳よろしくねって言ったやんって、あ、何やったんて、もうその時かっこいい逃げたもん俺無理やのから、このから揚げ食ったもんな、いただきます。でも味噌汁お揚げさんめっちゃ入ってるよ、めっちゃ入ってるこれ味噌汁史上一番お揚げさん入ってるじゃん、これめっちゃ入ってる、ね、お揚げさん大集合やねこれ、80でもないのに80でもないのに、80お揚げ集合ね、仲良しやん、おいどういうこと、こ味噌汁ってご飯だけでいいぐらいうまいな、でかいっす、めっちゃきれいっす、おー、うまい、マジタルタル好きなんで、タルタルでちょっと2回させて、うわ、いい音やね、あ、見た見たなじわっときたね、じわっときた、一回寝かして
ちょっと見る、ちょっと見る、腹立つな。ちょっとなんでちょっと見るの。まず探せ、まず探せ、何を探してんのこれ。あいつま転職来ないんやろ。久々仲良し来れて、はい、ちょっと俺の髪の毛同士も仲良しになりたいってなんか言ってるわ。遠いと髪の毛長くさせてって言ってる。確かになんかな、髪の毛同士が結構疎遠やった。疎遠やってこれ、まあ、ドラマツの現象が出たやん。いやそれほんまにぽっかりとさ人がいなくてさ。今回は違いますもん。ちょっと見てもらっていいですか。はい。いやいや帰省自粛しすぎ。言うたらしいな。誰も帰ってきてない。政府の言うと多いでしょ。やべえ、誰が政府の駒やね、この逃避が。U ターンせず。やべえ。ダメか。ほんまに大変な。ごちそうさま。はい、ちゃんと言った。完食です。ごちそうさま。パフパフからのポフポさまさま。お腹いっぱいです。両方の意味で。ごちそうさま、美味しかったです。ごちそうさま、メロディー。カメラが茶色になってる。なんでなるか。10年ぐらい行ってるけど、こんまり味変わらずずっと美味しい。この唐揚げ、唐揚げも本当に地元の定食。ほんまにそうそうそう。いや最高最高。いやマジで来てほしい、うん、マジで来てほしい。まあ仲良しだけに円満ということで丸く収まったんじゃないんでしょうか。